皆さんこんにちは、棋士の戸辺誠です。今回のウォーズ対局は、四間飛車対急戦の形になりました。昔からある形ですが、さばきのテクニック、手筋、考え方が満載の内容となっております。それでは今日も攻める一手、お前が後手だ。対局開始。はい、よろしくお願いします。はい、後手番になりましたね。はい、お、飛車先来た。まず角道を開けましょう。お、飛車先ズンズン系ですね。まあ、これ角を引っ張りましょう。で、飛車先を受けておきます。さあ、そして道開けてくる感じかな。あ、来ましたね。はいはいはい。ちょっと中飛車、ご機嫌中飛車目指しにくくなってますね。なぜなら突くとこう角をいきなり変えられて、ここの位置変えられて、まあ場合によっては飛車先をボンとついてくる、まあいきなりじゃないのかな。あとは角をね、ここに打ってくるとかもありますから、突きにくいですね。はい、突く手もあんのかな、あんま考えたことないですけどね。で、まあ研究してないと突けないんで、本局は止めましょう。これね、突かれたらここは、止めてノーマル、今日はノーマル四間飛車を目指していきたいと思います。角道を止めて、左側ね、飛車振る。四間飛車。はい、藤井先生と大山先生。大山先生やっぱ振り飛車だといっぱい出てきますね。三間飛車の時も大山先生出てきたような気がするんでね。はい。で、飛車を振りまして左銀一個上がっておきます。これね、左銀ね、ついついね、上がり忘れてしまうことがあるんで、一個だけ上がっておくのがいいですね。一個だけ上がっておくと、この角に連動するので、こう、6五歩ついて角交換して同銀と取ることがいつでもできるんで、左銀をね上がっておくと、あと仕掛けられた時に銀を1個ヒュッて上がれば守れるようになりますんで、左銀を上がっておくといいと思います。で、今日は、藤井システムとかではなく普通に、美濃囲いでやっていきたいと思います。まだ相手が急戦か持久戦か分かりませんね。この角が動き出したら、持久戦の合図ですね。固めてくるかなっていうところではあるんですけど、お、急戦来たんじゃないですか。これはこれは急戦だ。この銀がどんどん出てきて、おー、なんか最近ではちょっと珍しいんじゃないでしょうかね。少し減りつつあるような。お、しかも端歩受けてこない。普通これね、受けてくるはずなんですけどね、受けてこないんだ。受けてこなかったら取っちゃいましょうか。端のやっぱ位を取ると結構大きいと思うんで。はい、もうあれですね、相手の方多分この辺りしか見てないですね。はい、この辺り突っ込んできますね。で、こっちの端は余裕があったら受けてもいいんですけど、まあ優先すべきは端よりは玉の位置であったりとか、あとは銀は上がっておくか。上がっておくのも普通ですけどね。まあ王様はこれ上がっといた方が絶対いいと思うんで、はい、これやっぱ戦場がこの辺にあってどんどんね遠ざかった方がいいので、余裕あったら絶対上がっておきましょう。で、この銀なんですけど、これね、この歩を見るとどうですかね。銀がこう、銀とか出てきたらですね、必ずここ来るので、6七銀と上がりたいんですけど、これってね、なんか銀が出てくるというよりは6五歩狙ってますよね。だから銀上がるとかえって6五歩突かれてしまうと。で、今6五歩突かれる分には取っちゃって角交換して同銀、さっき連動してるって話ありましたけど、交換して同銀取った形硬いので、これは上がる必要ないので、まあこの辺ついて様子見ましょうか。もうちょっとね、相手の様子を見て、だから相手正しくはね、この6七銀を見たら、6四歩とついてくる方がいいと思うんですけど、もう全然関係なくやってきてますね。香車も上がりたい。ただ角が絶対ここにいるっていうのであれば、香車取られる必要がありませんので、角を優先しましょうか。相手はね、この辺を優先してきてるので、私たちっていうか、私はね、この辺を優先していきたいと思います。端も取れましたしね、高みの優先して、ちょっとこの辺をバージョンアップさせて待ちたいと思います。で、6五歩は常に同歩なんで怖くないですね。だから7八銀、これいい形なんですよ。6五歩狙ってきた急戦に対しては、ここに銀がいるのが結構よくて、上がった銀を下がったりする手もまあ場合によってはあるぐらいなんで。お、5筋位取り、なるほどね。5筋位取りにシフトしてきましたね。これはね、ですね、銀をここに運んできて、6筋攻めていくときにこの辺に厚みをもたらせようということですね。で、銀を上がると6五歩やっぱり与えてしまうので、これ飛車引いておきましょう。下に引いて、でこれ次6五歩来るのかな。
6五歩同歩同桂が来る可能性がある。そうすると角がどかなければいけなくなって、やっぱりこの香車を狙ってきますね。銀上がる、6五歩同歩同桂、角が下がる、うん、で飛車はね下がったのは、5九角と逃げるスペースを作っているの大事な手なんですね。銀上がっておきましょう。さすがに次6五歩来るんで銀上がっておきます。でまあ香車も逃げておきましょうか。結構桂馬もね跳ねておくのは価値が高いんですけど、角下がって転換する場合があって、その時桂馬が邪魔しちゃうんで、これはちょっと先を見据えて、ここのスペース開けておきましょう。はい、桂馬はね跳ねると戻れないですからね。はい、これで、あ、来ましたね。普通は同歩なんだけどな。同歩同桂5九角、多分大丈夫だと思うんですよね。うん、大丈夫なはず。わかんないんで取ります。取って、まあ同銀ならまだもうちょっと駒組が続くスローペースですけどね。まあ同桂と来た、あ、8六歩とか来るかもしれませんけどね。まあこの辺はもう攻めさせちゃって、そうですね、相手にある程度やらせてカウンターを狙うっていう、はい、そういう考え方でいきましょう。これは角で取る手も見えますけど、まあ大体の場合は筆取った方がいいんですよね。筆取ったらやばい時のみ角で取った方がいいですね。はい、私結構中飛車党なんで、角から取る手を角から取る手から考えちゃうんですよね。なんでかっていうと、ここに角がいるとここを狙える、ここ狙えるからですね。中飛車がここで、角がここに来るとここに効いてくるんで、角で取る手から考えるんですけど、角から考える人はやっぱ中飛車党ぐらいなんで、まあ、これ筆で取った方がいいです。角で取るとね、切ってくる手もね出てきますからね。できるだけ筆で取る手から考えると。桂馬飛んでくるでしょう。で飛車がここにいるとまずかったんですけど、6九飛車と引いてるんで、角を5九と逃げることができますね。このスペースね、が大きいですね。はい、これでちょっと相手の攻めをかわして、きっとねこれ角のラインを生かすためにですね、こう多分5六歩ってやってくると思うんですよ。あ、違った、8八歩だ、これも手筋ですね。で5六歩ってついてきたら、そのタイミングで同銀と取って銀銀と行くのがねいいですね。はい、ちゃんとね相手の攻めに備えて待ってるっていうのが大事になりますね。でこれはなんだ、これは桂馬跳ねる一手でしょうね。左桂をさばきに行きます。同桂なり同角ということですね。これで8九歩なりも同飛車と取れるので怖くないと。さあどう攻めてくる、ん、もう一丁ですか。これはでもね、私の桂馬だけねさばけたので、そんなに嫌な手ではないですね。戻っておきましょう。多分そんなに、あ、これで歩がなって五筋ついてこうなってくるのかな。はい、違ったな、先歩なった方が良かったかもしれませんね、相手の人もね。これは同銀と取れば、飛車は通ってくるから、通常は少し私が得なんじゃないかなと思うんですけどね。はい、これはね一番うまくいきましたね。うん、っていうのは、相手が仕掛けてきた手に乗って対応していくだけで駒がさばけましたよね。だから一番楽なパターンですね。振り飛車やってて、角道を止めた系の振り飛車でね、一番そうですね、理想的な展開だと思います。相手の手に乗って合わせてって、気づいたらさばけたよっていうことで、はい、で飛車走ってきたんですけど、こうなってくるとね、この歩がちょっと重いですよね。はい、渋滞してる、これいない方が飛車ズドンってなれますからね。はい、だからここもちょっと相手は少しチグハグになっているかもしれない。まあ香車拾っておきましょう。いただけるものはいただいておいて、さあこの囲いをどう崩していくかですね。これが、9八竜8九歩なり6八成桂で3手ぐらいかかりますんで、崩していくんですけど、急ぐなら桂馬ですね。2六桂と打っていくのが定番の攻めになります。まあ角かわしても桂馬飛べますし、ちょっと受け方難しいかな、金とか割ってくるのかな。桂馬が定番ですね。あとは歩をついていく、結構私は歩つくのも好みなんですけど、まあ定番でいきましょうかね。2六桂と打って、これ3四桂と跳ねるのがね、結構急所になってきます。だから振り飛車はね、意外とこう銀損ぐらいでも、今これ銀いますけど、銀損ぐらいでも駒わーって交換しちゃって、ここに桂馬とか香車打つだけでこの辺狙ってね逆転するっていうのは結構ね、振り飛車のね黄金パターン、王道ではないけど、そういうね逆転を狙っていくパターンって結構あるんで、この桂馬とか香車この辺狙っていくと
ほらやっぱ玉に直撃するじゃないですか。船囲いに直撃するので、この辺をね覚えておくといいですね。はい、この辺り昔ね、これね、久保九段がね、やっぱこの辺の桂香の使い方がね、めちゃくちゃうまくてね、やっぱ久保エリアと、まあ誰かが呼んでいたと思いますね。この辺に桂香を並べてね、久保さんが逆転勝ちするっていうね、はい。ちょっと悪いところをこう細かくさばいていって、この辺に桂香を並べて逆転勝ちってやっぱね、見ますから、これやっぱ振り飛車の醍醐味ですよね。さあ、角を一個上にかわしてきましたね。これは、香車ここに打つのが、流れかな。あとは角をこうぶつけるって言ってもありますね。香車打ってってみましょうか。はい、これがね結構ね狙いの攻め方かなと思います。あ、そこですか。ここに打った方が良かったかもしれない。相手はねここに打った方が、若干硬かったかもしれませんけれども、あ、でもこれは桂馬取ってこようというしっかりした狙いがあるのかな。うん、でこれで、角をぶつけていきましょう。このね3七桂跳ねなかったのも生きてきてますよね。主角を交換して大駒がね、この角がこう来てこっちのラインでねこんにちはするという、はい、相手もそういう使い方があるのかっていう気がしてるんですけど、もう理想的ですね。この竜と成桂がちょっとこう置いてけぼりになって、この辺で駒が全部さばけて、もう今取られちゃいましたけど、ここを取って崩すことができると。ここね、桂馬取った手が地味に、やっぱね、こうなんかじわじわとこの囲いをね、崩していくことができるんで、結構ね、厳しいんですよね。さあ、これで、2-2成香と引く手と、3-3桂と打ってと、あと、じっくり1-1成香と取る手と、いろいろ見えますね。3-3桂は5-1金で、これはね、送りの手筋で2-2成香が一番厳しいかもしれませんね。はい。うん、これね、だから歩あればね5一歩と打ってまだ底歩で戦えたと思うんですけれども、ないところだったんで、いや厳しい手が入りましたね。はい、で玉寄りましたけど、さあどうです、デッカちょっとかっこよく仕上げていこうかな。3三角と織り込んでいきましょうか。ぴゃっと捨てて送りの手筋で竜がピュンと来て、はい、これでね、要の金を取ることができましたんで、3二竜からの詰めろになっているということですね。でここはしっかり取っておきましょう。慌ててね王手王手で寄っていくと、このラインでこの5-5の地点にね逃げ込まれることがありますので、これは取っておきましょう。まあ詰みが狙える時もありますけれども、まあ王様がね非常にこう安全なので、はい、確実にね、押していけばいいと思います。さあ詰め将棋ですね。詰まさないと結構また開いてきて逃げられたりすると思うんです。で金とか打っちゃうと同銀で逃げ道が開いちゃうんで、これは気をつけなくてはいけないんですけど、まあ読み切っていただいて、ここに金打つのが好手になりますね。ぴったり、ありがとうございました。ビクトリー。はい、では感想戦をやっていきたいと思います。ですね、21手目ですね。まあ、四間飛車対、これはもう完全な5七銀左急戦ですね。ちょっと近年は珍しいんじゃないかな。最近なんで珍しいかっていうと、やっぱこの、あれかな、エルモ囲いとかできたからなんでしょうね。こういう風にして、この金銀をこうキープするっていうような急戦ができたりしたんで、そうするとこの銀が出ていけないじゃないですか。こっちの銀が出ていくことになるんですけど、だから、珍しいのかな。これはでも昔本当に私がそれこそ将棋を始めた、2000年前、1990年代とか2000年前半ぐらいによくねありましたからね。まあ、加藤一二三先生とかもね、筆頭にね、青野先生とか、やっぱ急戦党の人はね、やっぱり相当ね、A 級とかでも指されてましたからね。はい。でこの5の銀左に対して、まあちょっとこう様子を見て端ついたんですけど、相手の方ね、これ端はね、やっぱ大事なんで受けといた方が良かったですね。これはこうやって、正しくは一手受けて、それでまあこう王様上がるんですよ。で、まあこの辺ついといて、で、まあ銀上がらないでキープして、例えばこう強者上がって、こうやって、まあこうやって、例えばですけど、まあこうやってできるだけこう、急戦の前に、貯めるだけ貯め、力を貯めといて、で、左銀がこう上がってきたら、そうですね、こう、6筋を突いていくような感じかな。そうすると、こう、6五歩がよりね、厳しくなるので、こういう方が良かったんじゃないかなと思いますね。で、もしこれ銀上がらなければ、こっちの歩か、7五歩っていう風な攻めていくような、
感じかな。例えばこうで、こうやって、取って、銀上がっていくような感じですね。はい。だから、銀が上がってこなければ格闘攻めで、銀が上がってきたら、格闘じゃなくて、角筋攻めですね。っていうような、認識で、これ上がってきたら、こう突くっていうイメージを持たれてると、うまくいくんじゃないかなと思います。あと、端はね、ついておくっていうのは大事になりますね。これ、居飛車党の方から見ると、こういう考え方になります。なので、まあ、これついてきたんですけど、つまり、こう、銀の位置がね、上がるか下がるかによって攻め方をちょっとこう、上か下かで変えたいので、だからこれ受けておくっていうのもね、結構大事なんですね。受けといて、ちょっと振り飛車に、どっちですかみたいな感じで切っといて、攻め方変えるっていうのが理想なんで、すかさずね、こっちもね、この一手大きいんで、取りましたよね。はい。これ終盤でやっぱ金銀2、3枚変わってくるんですよ。王様のね、逃げ道があるっていう。まあ、あんまりこう、逃げた時のこと考えて想定して指さないですけど、まあ、終盤追い込まれた時に広くなるんで、はい。これはまあ、藤井猛九段がね、やっぱりこう、藤井システムとかで端をね、やっぱ取って、その大きさっていうのがね、わかるんですよね。はい。で、まあ、これで、こちらは自然と手待ち。で、相手は角のライン攻めに切り替えてきたんですけど、もしね、これ、角と来れば、まあ、銀が上がって、銀が上がって、飛車寄って、みたいな感じかな。はい。この場合は、角とを銀で守って、さらに飛車をこう寄って、この銀と、まあ、飛車がこう寄ってきたりして、7筋をね、明らかに狙ってきてますんで、まあ、この場合また引いたりとかしたりですね。こう、飛車と銀で7筋をブロックして、狙っていくと。で、本局はさらにこうね、位を取ってる、ちょっとこう、ポイントがありますんで、まあ、心の余裕として、はい。で、ここを対応してっていうような、対応していくようなね、将棋にしようかなと思ってました。実戦は突きなんですけど、まあ、厳密には、ちょっとこう、居飛車が損してますね。端のところでちょっと損なのと、あとこれは、本来なら、銀が上がっている形で、次に、突きがね、厳しくないといけないんですよ。取って、角を交換して、同桂で、8筋8六歩っていうのが、これがね、居飛車の理想的な攻めですので、これが、まあ、対局中も言いましたけども、銀がね、下ですと、6五歩と来ても、同歩と取って、角交換して、同銀と。ちょっとずるいっすね。ね、左銀が下で控えてるってちょっとずるいんですけど、はい。いつもね、この角の斜めのラインで、ね、攻めてくる人がいて、桂馬ぴょんぴょん跳ねてくられて、このラインでやられちゃうんだよっていう人は、ちょっとね、左銀を上がるタイミングをね、遅らせてみたりするとね、いいかもしれませんね。何も考えないで、3段目までとか4段目まで上がっちゃうと、結構餌食になっちゃうんで、この左銀をね、あんまり上がりすぎないっていうのもね、一つポイントになるかもしれませんね。実戦はもう明らかに6筋をね、狙ってきてますので、銀は上がらない。保留して、右側のね、囲いを優先しました。5筋のね、位取りにシフトしてきたのはね、これは相手の方もさすがですね。はい。ね、これで厚みを作ってきましたからね。はい。仕掛けるならこの辺で仕掛けてきちゃうってもあったのかな、相手の方ね。6五歩、ついて、同歩、8六歩、同歩、6五桂ね。こういう感じで跳ねてきて、角が下がった時に、歩ついちゃえばさ、ね、これ香車取れますからね。はい。まあ多分これだったら互角のさばき合いでしょうね。同銀と取って、9九角成となって、まあこう6五銀と取ってみたいなね。うん。まあこの辺は互角のさばき合いですね。端のね、位が、ちょっと私の方、ちょっとしつこいですけども、これ取れてるんで、多分、振り飛車が少し刺せるのかもしれませんけども、まあ、この辺は互角の戦いになりますね。うん、6五歩もあったんじゃないかな。で、金上がったんで、香車上がって。これやっぱ香車逃げれたのも大きいですよね。はい。これによって、本譜仕掛けてきましたけど、ちょっとこれで5筋を突く気はしなくなったんじゃないかな、というふうに思います。ね。あとはね、手筋としてはこれがありますね。6八歩とポンと叩いてくると。うん、これはあったかもしれないね。同飛車で取れば、8六飛車と走れるようになりますね。角の斜めのライン止まりますからね。だから同角と取るんですけれども、飛車の利きをちょっとなくしておいて、5筋ポンとついて、同銀で、8八角成みたいなね。はい。これは、あったかな？ありましたね。うん。これは十分考えられたかもしれませんね。これだと、まあ、例えば、
5九角ともう一回下がって飛車の縦のラインを生かして、まあ一手遅いですけども、これで6五銀を狙っていくとか、あとはちょっと成立するかどうかギリギリですけどね、4五銀と出て同銀なら7七角と、ね、こういう感じでさばいていくと。ただ厳密には6五銀の瞬間に、蹴取った瞬間に馬が寄ってくるかもしれないから、これでね7七角とか上がってどうなってるかっていうところですね。居飛車はきっとこういう方が勝機はあったかもしれませんね。はい。なのでうん、ここでね6八歩そうか、これ叩いてくるのが最善ですね。これが多分ね良かったと思います。これね8八歩もね、これ形なんですけど、やっぱ桂馬左桂がさばけたのが大きいですね。これで手に乗って桂馬をゲットして、将来的なねこの2六桂にもつながりましたんでね。はい。うん、ちょっとこれ 重くなっちゃいましたね。ここね、この歩がいない方がいいかもしれないぐらいのね駒ですからね。はい。なのでこの辺りではっきりね振り飛車が、リードを奪いました。なので急戦の時はですね、割とまあこれ振り飛車全般に言えることなんですけれども、相手が急戦の時はどんどん攻めてくるのが分かってるので、まあ右側をちょっとこう充実させて簡単に負けないような形、まあ左側もちろん香車逃げるとか飛車引くとかこう最低限な手必要なんですけど、ちょっとこう待っててあげて、はい、自分から動いていくんではなくて待っててあげて、そしてこう仕掛けてきたところでまあ手に乗ってね、対応していって、まあこれがだからやっぱ捌くっていう感じなのかな。手に乗って駒を交換して前に自然と出ていくと、これが捌くっていう感覚になると思うので、はい、こういうのをまあ意識してね、やっていただけるといいのかなと思います。まあ昔からある急戦なんですけども、私がまあ四間飛車をやるのがまあ少ないってこともありまして、はい、トベチャンネルでは割と珍しいね戦いになったんじゃないかなと思います。参考にしてもらえたらなと思います。それでは対戦してくださった方ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。これもうほとんど将棋ですね。あ、なんか結局数の攻めで破っていくんだなと。なんかちょっと見には一応金庫取れてんだけど、実は少しだけほころびあって、ちゃんとトラップしてるのに見えてもちょっとバランス崩してて、そこから攻められるみたいな。その将棋の技術的にもやっぱサッカーと将棋が今日結構ピタッとくるんですよね。で1対1の駆け引きみたいなのは、なんかやっぱ野球の配球とかね、そうそう、へこで変化球とか1個外すとか、なんかそういうのは駆け引きは将棋と野球がなんか、こう全体的な戦術面はやっぱサッカーなのかな。まあでもそう考えると堅守って大事じゃないですか。だって